ヒットマン北海道探索チャンネル今回は北八丈通りにあるお店を紹介いたします札幌駅北口を東西に走っている道路にあります札幌発展の基礎を築いた、まあ、工場群があるんですけれどもその周辺にあったお店たちですね綺麗ですよね形状も歪みとか倒壊がないんですよね で札幌市の景観資産でもあります。風格ある和風の商店として資産としてねしっかり残してある状態です分かりやすく言うと有与札幌の近くにあるんですよねファイターズ通りとかあの辺ですよ中はちらっとしか見えませんでしたがこんな感じでね昭和らしさが残っています屋号もね 立派ですよね北海道開拓の村っぽいですで近くに近藤商店さんっていうねあのお店もありましたいいですねこの看板とかのかすれた感じで周りの美容室もこのテントの湾曲した感じおしゃれですよね美容室はおしゃれじゃないとねで42年間やってたようです現在はやっておりません金物屋さんも近くにありまして 錆びた看板がねまた魅力的なんですよねいいですよねこういう情景こういうようなお店がたくさんあったんだと思われますいいですねありがとうございました